皆さんこんにちは、キャメロットヒルズ美容の下鴨です。本日はこちらお着物乙女袖になりますね。こちらお召しいただく際の注意点とお持ち物について詳しくご案内をさせていただきます。1枚布が縫い付けてあって、ここに襟芯を入れる、これ自体が半襟と呼ばれるものがあります。これがついてない、このまんまだと着付けができないので、必ず半襟をつけてきてください。白ですね、基本的には。まず1点目になります。お着物お召しの際に一緒にお髪のセットをご予約で一緒にいただいている方は、お髪のセットからさせていただく場合が多くなりますので、お召し物必ず前開き、もしくは下から脱げるようなお洋服でご来館をお願いいたします。かぶりのお洋服ですと、それに肌襦袢の方へお着替えいただいてからヘアセットのご案内となりますので、少しお時間をいただいてしまいますので、じゃあ前開きもしくは下から脱げるお洋服でのご来館の方お願いいたします。着付けた後の注意点になりますが、襟元ですね、ひよく等ですね、お体体型に合わせて微調整をさせていただきながら着付けを行っておりますので、なるべくお開きまで襟元に関しては触らず、そのままでお過ごしいただきますようお願いいたします。お衣装をレンタルされる方やお持ち込みの方、ほとんどの方がお母様末広をお持ちになることが多いと思います。こちら金と銀の面が片面ずつございますが、華やかなお祝いの席になりますので、金の面が表に来るように着付けし整えさせていただいてます。お母様もこちらご注意ください。お着付け終わった後のお手洗いのご案内になるんですが、お着物を1枚2枚めくっていただいて、その下の長襦袢も1枚2枚めくっていただいて、順番に開いていただいてからお化粧室の方行っていただきまして、終わりましたらまた順番に1枚2枚計4枚スッとそのまま重ねて整えていただきますと、乱れもなくお過ごしいただけるかと思いますので、ご注意ください。帯なんですが、椅子等におかけになりますと、どうしてもこちらの部分こうめくれ上がってしまうことが多くなりまして、このままですと大変もったいないので、お母様スーッと
上から撫でるようにして、こちらのめくり上がりはしっかり押さえていただくようにお願いいたします。ご家族様にもお声掛けいただいて後ろを見といていただくと安心かと思います。お着付け終わりましたと控え室に戻る際ですね、少し内股気味で小股で歩いていただく、階段を降りる際はまっすぐ降りるというよりかは少しお体横向きにしていただいて、一歩ずつしっかりつかまりながら降りていただくと安心かと思います。思ってる以上にお着物着ると動きづらいので、そういった点もご注意ください。お衣装をご自身でお持ち込みされる方にご案内しておりますのが、お着物のメンテナンスになります。長年使用していることなく、ずっとしまってしまっている場合、畳じわでしたり折りじわが気になる方いらっしゃるかと思うんですが、そういった方に関しましては、お一人様3300円でお着物とその下に着る長襦袢を、スチームアイロンでアイロン掛けをさせていただき、シワを取り除くというメンテナンスをさせていただいております。こちらご注文いただいた方にはお着物の一式お持ち込みいただいて、不足物のご連絡と長襦袢お着物のスチームアイロンでのシワ伸ばしという事前のメンテナンスをするので、当日安心してお迎えいただけるかと思いますので、ぜひ気になる方はお声掛けください。本日は乙女袖お着物に関してのご案内をさせていただきました。ちょっと難しいことや慣れないことがあるかと思いますので、その際は衣装のスタッフでしたり美容のスタッフにお気軽にお尋ねください。では当日楽しんでお過ごしいただけますように、ご準備のほど頑張ってください。本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、いいねボタンをお願いいたします。ではまたお会いしましょう。